と、実はね、自我による表示台ですね、RNA ウイルス、RNA ウイルスによる、その表意の時代っていうのは、まあ、たかだか数千年、まあ、4000年前、ちょっと紀元前4000年に始まって、まあ、6000年ぐらい続いた大表意時代が今終わったところっていう、まあ、宣言をしています。ね。ということは、自我はどこに行くんですか？自我消えるんですけど、この後の時代はね。自我いないんですよ。そういうのを言ってる未来人予言もあったかな？ YouTube か、YouTube でまとめられたのも。動画見やすいのかな。で、まあ、それが、自我がどこに行くのかっていうのは、実は、うん、その、かつての6000年間に戻るか、今その6000年間が終わったところであって、で、その、今日までの時間までしかいることができない。まあ、波動の関係なんですよね、素粒子の。ね、だから、次の時代の、には存在できない波長なの。川かな、どうなんだろう。それは次の時代皆さんが研究すると思ってる。ね。だから表意自我がなくても肉体由来の自我が発生してるって言ってるんですよ。で、表意自我苦しめ、私たちが苦しめられた表意自我も、かつては肉体由来だったんだよってことを言ってしまう。ね。でしょ？で、その困ったちゃん自我って言うんですよ、それがね。その時代が終わった。で、じゃあどこに閉じ込められるんですかっていうのは実は、まあ今日までの6000年間。明日からはいない。っていう、まあ、そういう説明がぴったりかな。本当の、その現実の明日かどうか別としてね。要するに、紀元前4000年から始まって、で、紀元後、今2000年ちょっとでしょ。2020年ね、今2000年。まあ、この大体この6000年間に、いつまでもいるっていう。これが、まあ、聖書のヨハネ黙示録に書いてある、サタンをついに閉じ込めたって。実は、いつもその結論が、うん、実はそこにしかおられないんだ。そこの話やから。そこを何とかしようっていう話であって。要するに、その、金庫でもないし、どうかな。その部分の本や。そのテーマです。彼らに基づくテーマです。彼らに悩まされたテーマなんですね。だから彼らはその次元にしかおられない。彼らっていうのはその時代の本だから。ね、まあ、比喩的に言えば。というわけで、そこに閉じ込めたって言い方が一番比喩としては、原始的というかプリミティブ、どう言ったらいいの、ダサいってはっきり言った次元もあるけど、なんかいまいちな表現だよねと思う。サタンをついに閉じ込めたんだって。そう。だから紀元前4000年から西暦2020年ぐらい前後までの間にしか彼らは存在できない物語なんですよってこと。遺伝子はそういう思考回路って物語でもあるし、彼らという思考回路が、導き出せる物語は、もう昨日までの過去にしかない。という意味でもあるよ。今日までの過去にしかないっていう意味でもある。ね？それはなんでかって彼らは神だから。一旦死んだものだから。それが彼らが肉体由来の自我ですよ。彼らもまた肉体由来の自我ですよって説明しましたね。私の自我もあなたの、これから明日からの自我も、あなた、私やあなた方。要するに、まあ、私は私という肉体由来の自我だし、あなた方はあなた方の肉体由来の自我なんですよ。で、今日まで苦しめられた自我たちも過去の時代の肉体由来の自我だから、過去の時代にしか存在できないわけ。明日からの世界にはないものだから、どういうことかっていうと、過去の時代のものって検証してたって意味でまたね、みんな全員で。そして過去の時代が終わったということなの。え？じゃあ、今、この天の話を聞けてる人たちは、ひょっとしたら未来人だったの？うん、どうだろう。まだ過去の人たちいるから。よう言わんけど。おっしゃる通りじゃない？ね、ゆっくりでございます。じゃあ、はい、ぽちょ。